未来ちゃんのこと一番はすごいかっこいいって思って、思いっきり泣いたりとか思いっきり怒ったりするのって、自分の感情を思いっきり表現してるのが未来ちゃんみたいになりたいっていう気持ちで、我叫川岛小鸟，我是夏影师。未来ちゃんは佐渡島っていう島に住んでいて、友達の娘さんなんですけど、2009年の冬です。居候させてもらいながら、彼女と一緒に暮らしながら撮影しました。終わり。から2011年の冬まで。それまであんなに小さい子供を撮ったことがなかったので、実は彼女はカメラに撮られた経験がほぼなかったので、無視してどっか行っちゃったりとか、その無視されてる感じがすごいたまらなく良かった。なんかすごい泣いてるシーンとか怒ってる写真とか多いんです。なので今20年ぐらい写真撮ってるんですけど、若い子が多いっていうのはすごいエネルギーがあるけど、まだ何でもない状態っていうか、すごい不安定だし、出会った中でああっていう人にお願いしますって。2011年から行って、結局4年ぐらい、 4,5 年通って、一時期は台北に家を借りて暮らして、中国語とか勉強しながら作品を撮ってました。明星かな、3年かかったんで、高校生の子とか大学生の子を結構中心的に撮らせてもらったんですけど、何万枚とかですね。なんか逆に悩んでる時とかに、なんか若い人とかにこう相談したら、なんか結構そんなの気にしなくていいんじゃないですかみたいな言われたりして、結構そういうのに何気ない一言とかに、結構それが真実だったりして、たまにてかよく言ってもらえるんですけど、女性を撮るのが上手って。一回そのそうじゃないものをまとめてみたいって今すごい思っていて、ゴミ袋を、すごい綺麗な冬の朝日が差していて、そういうのは結構お気に入りです。寝ている時以外はずっとカメラをぶら下げていて、いつその撮りたい瞬間とか奇跡の瞬間が訪れるかわからないから、その人その人の体験だし、なんかそれがその人なりの違いがあるほど面白いって思うので。38歳です。心の中にその未来ちゃんみたいな自分もいるし、おじいちゃんみたいな自分もいて、という意味で撮りたいかも。